お隣ベッドがございます。全然またちょっとあれ、ね、また違うね。ちょっと落ち着いた雰囲気。ストレッチラボシーン。ストレッチラボシーン。はい。ストレッチ。特化したボディケアをしております。スポーツ選手があの試合後にトレーナーさんにストレッチしてもらったりとか、そういうのを一般の方に提供しているという。なまた整体やもみほぐしとはまた違うじゃん。ですね。はい。体の硬さには定評がある。本当に硬い。普通に。本当に。やりがいです。ああ、痛い、もうダメさんです。マジでさんです。仰向け。はい。うつ伏せ。仰向けは上か。それすらもわからない。本当に普段やらないでしょ、そういう。ちょっと全くない、うん、ボディケア的なことは。酒しか飲まんよ。アルコール消毒しかしない。硬いですよね。硬いです。トイレは伸ばせない筋肉が伸ばせる。おー、押さえつけながら痛い。これはね、本当に痛いと笑っちゃうんだよ。逃げないよ、抑え込んでるかな、ね。優しい顔して結構ド S だよ。硬い人っていうのはその動作から逃げようとする。代償動作って言うんですか。肩を浮かせたり、うん、他の足を上げたりとか、うん、逃げようとする代償動作。それを抑えつける。抑えつけるド S。 先生、微笑みながらすごいことやってるからね。クワッドの方なんでお尻硬くなりますね。あ、そうなんだ。ドアも逃げられない。あ、閉められてない。どういうこと。監禁じゃねえか。安定のあの器具とメガネのコーディネートが、うん、またメガネしてるね。すごいね、コーディネート具合がすごいよ。あれだけ黄色と黒が嫌なのスズメバチかメガネ。前屈できなかったってお腹がすごい硬くて。へー。実は横隔膜とか、うん、まあ、呼吸浅い方多いじゃないですか。うん、そういう方は横隔膜とか硬くて、こう前屈するときにこうお腹がへこまないので折りたためない。あ、そういうことなんですか。で、もう横隔膜ダイレクトストレッチって、もう直接押す。押すですか。あ、すごい。この時に息を吐いてください。おお、え、その入っちゃう。うわ、結構痛いです。吐いて、自分ではわからないと思うけど、うん、結構吐いてたよ。すごかったよ。指何本もくらいだったから。あれ、これでですよね。おお。気持ち悪い。自分でも気持ち悪いんだけど。すごいよ。嘘。つくやん、もう。もうちょっとでつく。本当にできるの。なん自分でめっちゃ感激。感激ですよ。初めてだよ。すごいね。怖っ。え、すごいですね、筋肉。すごいですね。ほら。うわ、全然違うの。だってさっき本当にさ、いざぐらだったからね。マジだよ。呼吸は止めてみよう。よいしょ。
よいしょ。何でお前がよいしょって言うの。よくわかんない。行きましょう。やばい。うわー、つくやん。何それ、マジでついたじゃん。え、ついた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 、おお、素晴らしい、すごい、新マジックだね、これ新マジック。新さんだからいいけど、これからメガネみたいなのがやるんだったら、多分引っ張られる。奥さん、いいですね、奥さんって誰も来ないから。デスク、ずっとデスクです。もうずーっとパソコンに向かってます。24時間。おお、24時間。寝てねえじゃねえかよ。胸の筋肉が詰まりやすいので。そこ。あいって。この辺もグッて伸びますね。そこの辺もグッていきますね。ずーっとする。そうそう。いえ、いない。もう使ってない筋肉は硬くなっちゃう。だから痛い。だって俺、普通に残ってるけど。よく回るね。うん。柔らかいっすね。そうなの。よくわかんない。どんな格好なのか。ちょっと信じられない。長いから頑張ってるじゃん。何さ言ってんの。腕ちょっと曲がるんだみたいな感じ。腕ってそんな怖い。後で見てみ。え、自分らだってめっちゃここへこまされて。知らないだけで。めっちゃ腹に力入れるって。うん。プライベートで自分の体を鍛えたりはする。あ、してます。加圧で。はい。加圧、ボアソルチ渡辺さんにビシバシやってもらったり。で、渡辺さんの体をここでこうやってやってる。ケアしてる。ああ、いいっすね。ああ、それやっぱすごいね。うん。想像効果だよね。うん。俺とメガネが一緒にいても何も生まれない。負の連鎖だから。ケアし合える。そう。猫背対策。目がやばいよ。ああ。吐いて。正面でしょ。鼻から吸って、吐いて。そうそう、そう正面のやつらが。吐いて。すごいことだよね。見えなかったけど俺。超面白いんだけど。ありがとうございます。はい、めっちゃなんか軽い。あ。あ、いいよ。下半身はちょっと寝てないんだよ。あ、気持ち悪いぐらい動いてる。動いてる、動いてる。あ、気持ち悪い、気持ち悪い。あ、いい感じで気持ち悪い。OK。OK。はい、じゃあ今日はストレッチラボ、しんさんで、体のね。癒しの時間。癒しの時間。松本一の S ですからね。はい。だってそうでしょ、ストレッチで、チンで、ミヨジが清水で、清水で。おぉ、ド S です。ド S ですよ。なるほどね。どんなに S でもこのイケメンぶりですから。はい、ね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あぐらをかくような状態で、本当に硬い人はこう、ここが上がってしまうんですが、これをこう、平行にしたまま倒れる。へえ。あ、それならデスクでできるってことですね。できます。それがお尻のストレッチになるわけです。はい。なるほど。おお。何それ。え、すごい。気持ち悪い。心も体も癒された。癒された。癒された本当に。もうあの爽やかな笑顔見て。お前にその笑顔があるのか、西雄二郎。いやでも本当に気持ちよかったね。うん、ねボディケアをして。そう。ね、健康的。ん？ん？今プシュって言わなかった。分かった。核配しかも血中がすごく上がってる、うん、だろうねだろうね、うん